こんにちは。照明塾塾長の橋田博です。アシスタントの灰原君穂です。今日はですね、風船の明かり、こういった丸い、本当に風船に和紙を貼って作るんですけれども、そういう明かりを作ります。和紙糊をつけるんですけども、もう先ほど溶かした糊の中にですね、こういうふうに漬け込んでください。余分な糊分とか水分を軽く、取ってもらうんですね。はい。それからあとは風船の上の方から順番にこう貼っていきます。はい、じゃあ模様を作っていきましょう。はい、こんな感じですか。はい、でね、こう渦巻きなんかすると結構かわいいんで、じゃあこれはだって真ん中くらいからこんな感じでどうでしょう。はい、で完全に乾いたから風船を抜いていきます。はい、じゃあちょっとやってみましょう。はい、あんまり急激に抜きすぎると風船と紙がこう、まだくっついてるんで引きずられてしまうから、はい、ゆっくりゆっくり剥がしていってください。はい、どうですか。じゃあ電気をつけてみましょう。はい、先生こんなに簡単にできると思わなかったです。そうでしょう。普通照明器具っていうとね、電気屋さん行って買うものと皆さん考えるようですけどね、はい、こんな簡単にこんな風合いのいいものが簡単に作れるんですよ。はい、明かり作るって楽しいでしょ。うん、とても楽しかったです。はい、明かりってね、まあ、いろんな素材も使えるし、形も自由にいろんなものが作れるんで、はい、しかも暮らしの中でこう役に立つでしょ。はい、だからね、こう一つだけじゃなくていろんなものを作るといろんな使い方が広がっていって、まあ、暮らしもねすごく楽しくなってくるんで、はい、まあ、いろんな作り方またこれから、はい、やっていきますんで。